日本関東地方神奈川県横浜市南区、牧田町。牧田町は横浜市南区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。郵便番号は232-0043。面積は0.296平方キロメートル。下末吉大地南部の中石地、大岡川右岸に位置する。 大岡川に近い北部は平地であるが、南東部に最高部54メートル、南西部に35メートルの丘陵がある。西側は大岡、北側は旧本町、京新町、江の町、東側は堀の内町に接し、南側は磯国との草界を挟みた木頭、岡村に接する。東間田町とは隣接していない。東部に都市再生機構、巻田団地、 南西部に郵政宿舎があり、南部には民間の分譲マンションが建つ。南東部には横浜市立牧田小学校、西部には横浜英和学院の小学校と中高一貫校がある。英和学院の南には戦国時代混流の総当総括国く町の北部には高野山新言宗無量寺がある。無量寺は源頼朝の諸子である。 低暁が混流したと伝えられ、室町時代の不動明王,王像が本堂に祀られている。現在の町域に鉄道路線やバス路線はなく、鎌倉街道の地下を走る横浜市営地下鉄、ブルーライン、牧田駅が最寄り駅となる。住宅地の地下は、2021年1月1日の工事地下によれば、牧田町技東谷878番6の 地点で27万9千円平方メートルとなっている。牧田の地名は室町時代からあり、1417年9月3日の忍び電う殿幕城に、牧田湖彦四郎在家事とあり、彦四郎が田畑を年貢として、宝生寺に収める旨が記されている。横浜英和学院の敷地には16世紀に、平市の居城、牧田城があったと考えられている。 1984年にグラウンド整備に伴い発掘調査され、戦国時代の火鉢のかけらが発見されたが、十分な調査が行われておらず、推測の域を出ない。鶴岡八幡宮の造営日記である、貝本総月の1533年10月28日の記述によると、牧田良氏が鶴岡八幡宮に調進し、杉田浦まで運んだとある。宝城記によると、 1569年の、開国武田市の小田原城侵攻の際に、平佐サ兵は小田原城に在城し、二大将は牧田にいたが、大メを守るやカルベ文語の神の援軍によりことなきを得たと記されている。江戸時代には、幕府領となり、倉木郡、牧田村となる。新編武蔵風土機構によると、江戸から八里半、東西四、五町、南北七、八町、 家屋30軒余りとある。国高は、天保豪町によると329国余り。推理は悪く、宿の奥のため池や大岡川上流の、河尾大岡村から水を引いたが、干ばつや大岡川の水害もあった。1868年に、神奈川県設置により、同県に所属。1889年4月1日に、周辺12河村合併により、 大岡川村成立、牧田はその大技となる。1891年の戸数は59戸で、男性170人、女性185人が暮らしていた。1911年4月1日、旧牧田村域を含む大岡川村北部が横浜市に編入される。同年、工場誘致のため市税免除地域に指定され、横浜常設家畜市場や、 民間の製品も工場などが進出する。1913年10月に横浜市環境共振会が開催され、これに合わせて同年9月に最寄りとなるお三の宮まで横浜市電が開通した。市電は翌1914年9月に広明寺まで延伸し、1968年に廃止となるまで運行された。 1923年に発生した関東大震災では、大岡川沿いの平地の被害が大きく、町全体の消失家屋2118戸に対し、残存家屋は753戸にとどまった。復興事業として、坂東橋広明寺線や、南大玉北線などの街路整備や、土地区画整理事業が行われた。1927年に、区政志向により中区の町名となる。 1928年、町域の一部が、花の木町、宿町、旧本町、京新町、江の町、中島町に分割されるとともに、南吉田町の一部を編入。1935年に堀の内町、東間田町、牧町を分割。1943年には、中区から分割して、南区が新設され、その町名となる。 人口は1965年に4800人を数えたが、その後町域の分割があったこともあり、この頃がピークとなる。1967年に町の一部を江の町、堀の内町に編入。1969年には一部を大岡一丁目に編入するとともに、大岡町の一部を牧田町に編入した。揉みを直接高地にまく農法に由来する説。 サラシナ日記の一節のアス川が大岡川下流部を指す個名であり、メータ、マイタと転化したとする説がある。マキタの地名は埼玉県秩父市や京都市東山区などにも見られる。2021年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。